今回は東九州主要都市の比較の動画をお送りしていきます。大分県、宮崎県、鹿児島県の東九州における県都を除く主要都市の実力を検証する企画です。霧島市 VS 鹿屋市 VS 都城市 VS 延岡市 VS 別府市 VS 中津市、いつものように様々なデータをランダムで選択する形式で論議を一生この10連戦で検証していきます。1試合目、情報通信業売上の延岡市の競り勝ち、2点差の2位は都城市。2試合目、製造業荒深価値額等の都城市のダブルスコアの圧勝、2位は霧島市。3試合目、商業従業員数等の都城市の圧勝、24点差の2位は延岡市。4試合目、卸売業販売額等の都城市が接戦を制する、1点差の2位は別府市。5試合目、建築床面積等の都城市の勝利、10点差の2位は霧島市。6試合目、地方税等の都城市の解消、17点差の2位は霧島市。7試合目、昼間人口比等の都城市のダブルスコアの圧勝、2位は霧島市。8試合目、サービス業売上等の都城市の解消、16点差の2位は別府市。9試合目、商業販売額等の都城市の完全勝利、32点差の2位は霧島市。最終戦、金融保険業売上等の都城市の圧勝、20点差の2位は中津市。全10試合の最終結果が出ました。都城市勝ち点97、霧島市勝ち点49、延岡市勝ち点37、別府市勝ち点30、中津市勝ち点16、鹿屋市勝ち点14。人口で圧倒的に勝る宮崎市と鹿児島市の間の拠点として全国トップ級の畜産で有名な都城市は球界1位の圧勝優勝。2位争いは鹿児島空港の霧島市。3位は旭化成の延岡市。4位は温泉都市の別府市。5位は福沢諭吉の中津市。6位は大隅半島の鹿屋市でした。この動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできればと思います。